マストアイテム。味も多分僕負けてないと思います。自由を求め日の国からここさすらゆうやと大将まっちゃんぱつき姉ちゃんも商店レシピを考案 We are Samurai Bros。 どうも大将のまっちゃんです。いや今日はですね日曜日なんですけども、めちゃくちゃ天気いいね。あの僕が毎週日曜日にブルックリンのイーストブリアンズバーグでやらせてもらってるポップアップが今日5時からありまして、それはですねちょっと今日はドキュメンタリーということで、どんなところでどんな感じでやっているのか皆さんにちょっとご紹介したいなと思っております。で今ちょっと材料が足りなかったんでね、うちからすぐ近くのスーパーマーケットに買い出しをして、ちょっと仕込みをして、それから会場に向かいたいと思います。これ僕の担々麺には欠かせないマストアイテム、ソイミルクです。甘くないですね。これもマスターのところにある。これです。もう僕たちのサムライブラスでもいっぱい出てきて、このねこいつ最高なんですよ。これもちょっと追加で買ってきます。あとこれね、前回混ぜ麺でも紹介した甜麺醤、こいつがうまいんです。他の甜麺醤でもいいんですけどね、こいつがね甘さがちょうどいいんですよ。材料買ってきたんで、これからちょっとですね仕込みを始めたいと思います。それでは、仕込みが終わりましたので、これから準備してポップアップの会場に行きたいと思います。 Let's goそれでは行くぜ。Let's go。サムライブロス。今日はブルックリンのウィリアムズバーグにあるオレバーというところに、ラーメンやりに行きます。そこのですねオーナーの一人の、マサっていう女性の人がいるんですけども、彼女はもともとユイヤのお客さんで、美容室っていうかそのヘアのねお客さんで、でまあ紹介してもらって、で去年ぐらいからかな、そこでちょくちょく、最初はこう月に1回とか。2月に1回ぐらいのペースでやってたんですけど、まあコロナ明けて、コロナになって今年の4月ぐらいからかな、4月ぐらいから、毎週日曜日そこでやらせてもらっていて、あのフリーマーケットもね外でやったりとかしてるんですよ。そこでまあラーメン作ってやっております。いやめちゃくちゃねお客さんがいいお客さんばっかりで、でついこの間なんてそこのお客さんがマンハッタンの違うバーで働いていて、でうちでもやってくれないかということで、僕この間初めてマンハッタンの方にも進出してバーでやらせてもらいました。もう大好評で、そこからもちょっとですね、まだ正式に決まったわけじゃないんですけども、結構いい話が来ていて、なんだかんだこう人のつながりでですね、こういう本当にいろんな機会をね、オプチュニティを
もらえるってことは本当嬉しい限りですよ。もともと最初は僕その時はブルックリンに住んでたんですけど、本当の家の近所、たまにこう週に1回とか2回ぐらい通うバーがあったんですよ。フィルズっていうバーがあって、今でももちろんそこにあるんですけど、でそこに飲みに行ってて、でそこのバーテンダーとちょっと仲良くなって話してて、でマットっていうんですけど、で彼に、ちょっとなんか、まあ、冗談ってわけじゃないけども、あのラーメン作ってるんだけどここでやらせてもらえないかってことで話をしたんですよ、そこのバーテンの人に。でもともとそこのバーにはホットドッグくらいしか食べ物を置いてなくて、まあもうちょっとなんか食べ物あった方がいいんじゃないのみたいな感じで話して、おしたらちょっとオーナーに聞いてみるわっつって、まあ、すぐに聞いてもらって、でそう、もうそのまま OK、 あんじゃあちょっとやってみたらって話になって、でそこから自分でラーメンを作り始めて、それを始めたのがきっかけなんですよね。まあコロナになってからは全然どこでもできなくなったりとかしちゃったんですけど、だいぶコロナが落ち着いてきてね、で、ニューヨークのそのバーっていうのはさ、そのフィルズみたいに食事を出してないバーっていうのは結構いっぱいあったんですよ。それホットドッグとか、それこそなんかチップスとかだけみたいな。で、今ちょっとこの時期ちょっとわからないんだけど、最初バーがオープンし始めた頃っていうのはそのドリンクと一緒にちゃんとしたフードも出さなきゃいけないっていう風な、ニューヨークの条例みたいなのができて、でバーがもともとご飯、ないじゃないですか。でそういうキッチン的なものもあんまりなかったりとかして、で、そこから俺全部自分で持ってったりとかするんで、俺できるよみたいな話がこう口、なんか口コミだったりとか、俺もなんかいろんなとこ自分で行ったりとかして、こんなんやってるんだけどやらせてもらえないかみたいなことで交渉、直にて交渉したりとかして、でそんなんがちょっと広がってったら結局今みたいにいろんなところで今週に毎週違うところでレギュラーでやらせてもらったりとか、そのフィルズでもたまにやらせてもらったりとか、さっき言った他のところでもやらせてもらったりとかっていうことがこうなんかね増えてきて、まさかこんな風になるとは思ってもなかったし、最初フィルズでやった時はね。でも本当にマットのおかげですよ。マジでマット本当に最高ね。今もそこのフィルズはやめちゃったんだけど、マットがねめちゃくちゃいいやつで、彼がいなかったらこういうオプションにてもらえなかったら、もしかしたら俺は途中でやめてたかもしれないし、あやっぱダメかみたいに思ってたかもしれないし、でもブルックリンだったりとかっていうのはね、そういうなんだろうコミュニティだったりとか、そういうインディペンデントなシェフだったりとかをね結構ね応援してくれるような感じが僕はしてるんですよね。やっぱり店舗を持っていないので、スープの仕込みとかが基本できないんですよ。寸胴であれだけの量のスープを家で作って持ってくるっていうのは多分できないので、でもそれなりのねクオリティのラーメンを出したいと、でいろいろ考えてたどり着いたのは今の担々麺ができて、これ基本僕スープ仕込んでないんです。スープは一切仕込んでません。そのバーにあるお水と、あと、僕は、ね、買い出しの時にも出てきたソイミルク、豆乳を使ってですね僕はスープを作っています。なので変な話、お水と豆乳なんてのは現地の近くのスーパーで買うこともできるのでどこでもできるんですよ、スープ自体は。それは結構僕の中では大きな発見でしたね。で味も多分僕負けてないと思います。そこそこの味だと思ってるし、実際にラーメン屋なんかで働いてる日本人の人とかも自分家のラーメン屋より美味しいじゃんこっちの方がって言ってもらったりとか、いやマジでね自信あるんですよ。あと僕のラーメンは冷めてからも全然うまいんですよ。麺が伸びちゃって冷めてからも全然うまいですよね。スープ自体がその油を基本使ってないので、すごくライトなんですよ。だから冷めてからも全然いけん。それはね、
多分他のラーメン屋では多分できない味だと思いますよ。まあ特に今は考えてないですけど、でもまあ夏にねちょっと今考えているプロジェクトがありまして、まあラーメンとあと自分のこの行動力を生かしてちょっと面白いことをこのアメリカでやってみようかなっていうふうには今考えています。それはちょっとまだ企画がまだまとまってないので具体的なことは言えないんですけども、着きました。こっちです。ここです。これは、ね、今ね、ね、今こうやってやってんの。こっちで僕は中でこのお店のバーの中で作ります。マーサーあそこに座ってんのよ。これマーサー、マーサー、まあ、とりあえずちょっと時間ないんで用意していきます。それでは注文入ったので早速作っていきたいと思います。サムライブロス。こちらはですね、新作の、あ、見えへんかな。イエス、混ぜ麺、ベトナムスタイルの混ぜ麺でございます。今からマーサがね頼んでくれたので、ここのオーナーの今から持ってきます。外にこんな感じ。超楽しそうじゃない？こういうとこでラーメン僕作ってます、ね、ちょっと紹介していこうか。このね、アクセサリーのブックス、やばい、カセットあるじゃん、やば、カセット買おうかな俺、聞けたら、あ、やば、カセット買おう、聞けるかもしれへん。ここも超かわいい、彼がこれちょっとね、デザインっていうか絵描いたりとかして可愛くない？He's an artist. 後ろの車がかっこいいね。超かっこよくない？えらいけ？Hi guys. Yeah, he actually ate in my ramen. Every time. Every time. Thank you so much. Thank you.かわいい、そうそう、そしてこれ、オレバー、
でみんなここでオーダーしてもらって、で中もねもう今お客さん入れるんですけど、こんな感じでして、ここが私の仕事場です。お疲れ様でした。お疲れです。今日のポップアップ無事終わりました。まあ、大体10時半ぐらいですかね。もう帰る用意もできてるので、あともう車で帰るだけです。まあ、今日はですね天気良かったんですけども、ちょっとだけスローだったかなっていう感じです。まあでもこうやってね本当に毎週やらせていただいてるっていうのは本当に嬉しい限りですよね。本当にやっぱコロナになってからすごい大変だったし、まあ、言っても僕外国人なんで、この国に関して言ったら、その外国人の僕をですねこんな風に受け入れてくれて、そして毎回こういう機会をね与えてくれてるっていうのは本当にあの嬉しいことです。まあ、その分ね僕も本当に頑張って美味しいものを提供しようというふうに感じて頑張っております。6月からですね、もしかしたら週3回ぐらいでこことは別のところでですねやることになるかもしれないので、もしニューヨーク在住の方は、もしこれ見てる方はぜひ僕のラーメン食べに来てください。あの味はマジで保証します。はい、あの夏に向けて作るメニューかなり自信があるんで、ぜひそちらも楽しみにしていてください。あとね今日このカセットフリマで購入しました。1個1ドルかな。はい、僕の車はこのあのカセット聞けるんでね、帰りこのカセット聞いて帰りたいと思います。それでは本日もごちそうさまでした。 See ya. Have a good night. If you enjoy our stories, just make sure that you subscribe to our channel. All you need is to subscribe. And please give me a thumbs up.